重度の障害者と19人を殺した植松聡が交わした4通の手紙と拘置所での対話。人間が殺される権利はないです。それは違う。僕は人間だと思っていません。差別ではなく区別です。八木勝司さん、脳性麻痺のある重度の障害者です。理解させないって、それは賛成かね、いやね、信じがわからん。二人の対話は八木さんが植松被告に手紙を送ったことで始まります。拝啓植松被告様へ。私は首から下が自分の意思で動かせなくて、言語障害は多少ありますが意思疎通のできる障害者です。半月ほどして植松被告から手紙が。八木勝司様、お手紙を拝読いたしました。手足が不自由な生活は不便で腹立たしいと思います。手紙には植松被告が描いたイラストが添えられていました。死刑にてそういう胸を、ただそれだけで解決していいのかなと。障害者施設での生活を経験した八木さんだから感じる疑問。私が一番軽度だった。40人を4人の職員で食べさせないか、それを抑えもたしたんで。劣悪にならざるを得ない環境。障害者施設で働いていた植松被告も追い詰められたのではないか。異常な世界で一人だと2、3年いたら死んでしまうと思ったかもしれない。23歳の時、八木さんは周囲の反対を押し切って施設を飛び出し、生きる喜びに気づきました。障害者をかわいそうとか不幸とかいうのは健全者の一方的な押し付けであって、私たち障害者から言えばできなくったっていいじゃないかと言いたいのです。その思いを2通目の手紙に込めました。人は長く生きていれば誰だって一人や二人は殺したい人はいます。当たり前のことですが、絶対に実行してはいけない。植松被告様、本当はどうなのか、実際に接見したいと思っています。お手紙を拝読いたしました。これから意識のない重度障害者は安楽死すべきと考えております。最後に接見に応じるとありました。八木さんは富山から植松被告のいる横浜拘置支所へ。はじめまして。植松さんの手紙の文章も丁寧ですごくいい青年だと思った。だからなぜこんなことをしたのかと疑問に思っていた。人間が殺される権利はないんです。それは違う。僕は人間だと思っていません。八木さんとは意思疎通が取れてるじゃないですか。理性、良心があることが人間だと考えているので。差別ではなく区別です。差別は偏見に基づく、区別とは違う。意思疎通取れない人は有害だから。違う。意思疎通ができない人を守るという立ち位置は改善すべきです。植松さんは死刑になると思うけど、私は生きていてほしいと思う。ありがとうございます。30分間の接見、深くお辞儀をし立ち去りました。予想の10倍か100倍ほど深刻だなと思った。響いてほしいなと思う。